さあ、お前があの、あ、お前がよ、あの、うん、珍しくあの、ラジオ撮れるっつってな、お前から言ってきてな。はい。しかもかつ、なんだったら撮りだめができるよとね。そう、はい。うん。今何時？今7時前か、7時からだから2時間ぐらいは撮りだめできるよって言ったんだけど。そう、はい。あの、まさかのね、うん、あの、俺が、いや、一本にしとこうっていうね。うん、それは。これ聞いたときどう思った、お前は。いや、なんか、風邪かなんか引いてるのかなと。あ、惜しい、惜しいな。惜しい。あ、飲んでる、うん、飲んでるね、これ。いや、違います。風邪を引いたが一番惜しいんだけど、まあ、理由は簡単で、一本にした理由は、うん、あの、寒くってそれどころじゃないんですよ。いやそれは車の中なるでしょうよ。車の中が寒すぎてそれどころじゃないよ。違う、それはなんとかなるのよ。どうにかして今日は取りだめてほしい。どうにもならないよ。どうにもならないね。いや、これそれはそれはいや、お前は段があるからいいだろ、お前にとっては。違うよ、こっちはほら、仕事の合間をさ、いつもこう調整してるんだからさ。これだからほら、うん、もうマイナスの世界よ、こっち。悪いけど。いや、知らないよ、それは。喋ってたらあったかくなるよ、大丈夫だよ。いや、そういや、違うんだよ。サッカーじゃねえんだよ。サッカー的なもんじゃねえんだよ、大丈夫は別に。頑張ってよ。いや、だからさ、うん、あれよ、この、やっぱ普段意外と多いのは、うん、昼とかな、はいはい、うん、に撮るから気づかなかったけど、あーはーはー、寒いね。まあそりゃ寒いでしょ。今どこにいるんですか？今埼玉の奥地の方にいます。埼玉って寒いんだね。寒い。あ、そうなんだ、そうなんだ。いや、まあまあ大丈夫なんだけどね、うんうん、別に大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、はいはい。そうそうそう、ほんとよ、もうこういう季節が来たね、ほんとね。まあそうだね、この季節、寒い季節がやってきました。つい1日2日前に解禁しましたよ、私。今年恒例の解禁しました。恒例の解禁というのは何を解禁したんですか？うんうん、春回廊を解禁しました。ああ大し毎年使ってたの、春回廊は。あの、寝るときな、あんま良くないと言われてるけどな、低温やけどとか、うん、そうあんま良くない、ね、無理だから無理だから、そんなの。あ、もうそんなレベルなんだね。そうだって、あれじゃない、もうしかも寝袋で。キャラバンでの初冬じゃない、今回。そうよ。どう、そのえらいもんでね、うん、エブリーは狭かったから、その分自分の温度でなんとかいけたんだけど、逃げるね。あ、キャラバンは逃げるね。ああ、なんか広かったらいいって問題じゃないんだね。さ、ね、あ、両方経験してわかる、このね、良さと。まあでもね、うん、まあこれも本当に自己責任だし、うん、あの、ダメだよっていう人いるだろうけど、もうそんなん関係ないけど、俺も、うん、あの、車の中で鍋作って食ってる。まあね、いや、全然いいじゃないですか。うん。うん、いや、ほら、要はその、ガスのね、あれだけ換気だけとかよく言う。あ、はいはい、まあ、そういうことね。まあまあでもワンルームだと考えたらな、別に。そうね、うんうん、うん、ちょっとそれで寝ちゃったりとかしたら危ないけどね、ガスシューってなって。そうね、気をつけてください。うん、だからそれ、ほら、早く鍋食べたいなっていう気持ちなのよ、今。いや、今から2時間ほど喋っていただきます。ラジオなんてやめて、鍋食べたいなって。それ許されないよ。私いつも昼ご飯抜きでラジオ撮ってるんだから。ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。鮭オーケストラの鮭の話。はい。司会進行の鮭オーケストラです。アシスタントのコシモモです。もみもみ。鮭オーケストラの鮭の話は毎週土曜日午前1時に YouTube で配信中です。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。番組へのお便りは鮭オーケストラのホームページ内のラジオの投稿フォームよりお送りください。メールでのお便りは
鮭の話 @gmail.com にて受けたまわっております。また鮭の話は番組のスポンサーになってくれる方を募集しています。企業個人問いません。石駅東殿のスポンサーでも気軽に問い合わせください。すべての詳細は動画説明欄をご覧ください。今回の放送のスポンサーさんは、美容室駒沢ブリーさんと、練馬ニコちゃん大王さんの提供でお送りします。ありがとうございます。最高、はい、ございます。スポンサー最高。あー最高ですね。スポンサー最高、はい、ありがとうございます。あ、うん、嬉しいね。あ、嬉しいですね。ニコちゃん大王さんは何屋さんなんですか？あんまり掘り下げない方がいいんじゃない？わかんないけど。あ、そうなの。そんな怪しい、何？怪しい。いや、というよりは多分、企業、企業と個人問いませんの、個人の方だから多分あんま言わない方がいいんじゃない？そういうこと。そう、お店なら、そう、別に、そう、ラジオネームを掘り下げるの恥ずかしさがあるから。あ、危ないね。すいません。いや、あれ、ほら、もうそんなんだったら私は、うん、もう降りますって言われたら困るだろう。そうね、悪気なかったんですいませんね。メンタフをね。メンタフを。じゃあ、いや、もういい。メンタフどうだった？もういい。まだ買ってない。それまだね、まだってだけよ。まだってなんでそんな出し惜しみね。年越してまで出し惜しみしないだろ普通。今からよメンタフはね。今からってなんだよお前、本当頼むよ。買います。頼むっていうか、いいね、やりますんで、はい。ね。うん、で、この放送は、もう1月分ですか、これは。まあな。だから新年一発目でしょ？違う。あ、違うの？違うっていうのは、まあ、後で説明する。ああ、はいはい。うん。そう。あ、了解です。じゃあ、普通回ね。平常。数回とは言わいえもうだから、うん、わかんない、一発目かもしんないし。あ、そうなのね、はい、うん、だけどまあまああれなんじゃないか、落ち着いてる頃じゃないか、うん、要は。わかりました、はい、はい、でしょう。いや、お前電通かよ。お前は電通の人間かよ。何電通の人間だって。わかりました。わかりましたじゃねえんだよ、お前。何や、お前、打ち合わせの電話の感じになっとんだ。すいませんね、いらんでいいことをちょっと挟んでしまいましたけど。本当よ。はい。もう俺この頃にはもしかしたらレジェンドが引退しちゃってるかもしれないからね。俺も気が気じゃないよ。何をレジェンドって。レジェンドが引退してる可能性あるからな。お、レジェンドが引退って。なんで、いや、もうこれ以上は言わせないで。わかりました。すいません。なんかあるんだ。電通かよ。だから、うん、お前は今日電通で行くの？わかんない。電通がどんなのかわかんないけど。お前は全部わかんねえな、さっきから。まあわかる、ご存知の通り。お前はよ、フォーミーもわかんねえ、電通もわかんねえ、レジェンドもわかんねえ。わかんない。おい。うん、お前ほんと待っとけよ、お前待っとけよ、お前。なんか今日腹ぶってるね。いいでしょう。分かんない、そっちの方が。いや、冷えてるから。車の中、そうだね、冷えてるからね。仕方ないよ。いや、ほら、お笑いのレジェンドがな、引退しちゃうかもしれない。ああ、そういうことですね。はいはいはい。そう、下手したらあるからな。ああ、下手したらあるね。うん、うん、まあまあまあ、しょうがない。そうね、どうなるか分からない。いや、だからこの頃には なんか出てるだろうな。そうね、もう出てるでしょうね、動きがあるでしょうからね。まあいいや、なんかあった？あ、何かありましたかね。まあ、お前何してんの今？それあれか、うん、モノポリしに行ってたのか。そうだね、だから今日はそうだね、もうおかしいけど、モノポリは分かるのが腹立つよな。他は分かんないのに、分かんない、モノポリは分かる。金だ土地のことに関してはもう全部分かってるっていう。そうね。鬱陶しいな、お前は。いや、今日はね、消火器具の点検と、あと火災探知機を各部屋に、うん、つけなきゃいけないということで。
あ、そうん、ちょっとその作業しにね、行ってましたけど。それだから、ね、微妙、なんかあれだよな、ちょっとだけ疲れる距離ではあるよな、場所としてそうな、だお前のね、やっ生き生きぱする。り2時間ぐらいかかるからね。片道で？片道で、うん。下っわあ、か、しんどいな。下だったらいね。やいや、まあ、そらそうだろうけど。うんうん。そうなの、そ結れは構まあ、あれだね。な。ちょっとまあ。だからね、とうん。はいえ、とはいえ、家帰んなきゃいけないしな。まあ、そうだね。そうなの。だから、この話したかな？この前、持ってるアパートで、ちょっとここはなしでお願いします。すいません。いや、こちょっことは、編集こ面こ倒はでしなょうしけでど。お願い。え？編集面倒でしょうけど、すいません。ここはやっぱなしでお願いします。いやいや、なしでお願いまでは使うよ。別に言ってねえんだろ、お前。別に今の、何そもの言って確ないね。信めいた、か、だから、じゃあいいじゃん、別に。ああ。まあ、それ後で聞くわ、じゃあとでね。あ。ああ。そうね。今日はその、まあ、それの、往復4時間なんだ。もう、ほぼ、それ、作業入れたら1日潰れるもんな。そうだね。だから、いろんな作業を盛り込んでね、一日にギュッとして、なるほどな。行ってきました。へえ。うん、だから、それ今年最後っていうか、年内はそう最だ後。ね。こっちに来るのは、年内最後だ。あ、そうだね。そうですね。だから、ほそれら、で？鮭くん見た、ひどい地下に続く古い建物、そこの改装の見積もりとかも今日取ってね。結構する？いや、まだ、わかんない。業者さんに今日来てもらって、一緒に打ち合わせをして、見積もりを作ってもらってる段階だね。で、それ全部内装できた後に、うん。最後に俺がやればいいわけだろ？その、うん。壁をいろんな色でピャーン、香取慎吾や木梨憲武がやるようなやつよ。いやいや、いろんな、思ったペンキをただぶちまけるやつよ。あれは ね、それ、あれね、有名だから多分根がついてるの、ああいう人たちはね。それか、もしくは、ボクシンググローブにいろんな色つけて、打つやつ、パフォーマンスのやつ。それもね、ボクそサーれ、で有名な人どっちだでからも。いいのよね。だし、多分、打つ方が、心配だよな。心配でね。壁的に そもそもボロそんボロな、なんだそんから。なうまい。あ、そうなんね。あ、そういうの、まあ、そういうのもやっていくし、俺そうは。だね。ちょっとずつ進めながら。だから、俺の絵とか飾っていけばいいよ。ね。まあまあ、絵飾るぐらいならね、壁に描かないならいいけどね。まだね、キャンバスに描いてくなんれるだからよ、いい方だよ。お前。いや、ちゃんとしたの書くよ。当たり前だけど、そんないもん。や、壁には描かなくていいじゃん。せっかく綺麗に壁紙貼るんだからさ。やっぱ書いてた方がいいと思うんだよな。二重丸に真ん中に線があるようなやつとか、どんどんいや、書いてそうた方がいいいうとのは思うんさ、ほら、違うじゃない。芸術的でもなく、ね。あと、携帯番号を書いて、こいつやれるみたいなの書いてくれその昔のコンビニのトイレみたいなさ。やめてよ。バキの家とかああ、ね。そういうのやってた方がいいと思うんだよな。まあまあ、大切に使そうっなていのただね。ければね、そこでライブとかもできるかもしれないからね。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。うん。なんかトークライブとかな。そういうのもありだよな。ああ、そのまあ、うん。音使えないんならね。できると思いますよ。やってきました。来年がじゃあもっと忙しくなりそうなんだ。じゃあ、言っ来たら。年、そうだね。来年はまた来忙年っつしか今年く、か。そう今だ年ね。な。忙しくなると思います。あ、そいろいろ。う。どうなるだろうね。ね、カレー屋さんもほら、今年できる予定だから、皆さん食べに来てもらったらね、いいし。カレー屋さんもね、他比に較も、的に。飲食店やろうかなとかある？いや、ないね。飲食店は基本、ね、まあまあ、こう、することになっただけだから、あんまり、好きではないか 飲食店なんてマジでやべえよな。もん。う、よく言うもんね。3割が持つ方、も、以外は潰れそうるっだていうね。そうだね。だいたい7年で潰れるからね、とか。まあ、なんとかね、潰れないように頑張りますけど。
これ聞いてる？ あ、だから TikTok とかね、もしよかったら食べに来ていただければね。え、何ヘラヘラしてんの？怖いから、こいつ怖いね。あとさ、うん、あとさ、多分買いかぶりすぎなんだけど、うん、俺そんなにないと思うよ。俺のそのインフルエンサーの力ないよ別に、まあ、俺が行ったから、うん、食べ行く人はあんまいないと思うけど、まあね、ただほら感傷深いじゃない。一個こうイベントとしてね、いいじゃ、いいかなと。ああそう、うん、あんま俺そういうのやる、本当に行きたいとこしか行かないっていう、そういう突っ張り方なんだけど。そうよね。そうだよね。だから本当に行きたいなって思えるカレーをね、こちら出しますので、頑張って。あと本当に行きたいっていうか、俺そういうタイプの人間だから、有名なとこしか行きたくないと思ってるから。そうだよね。その頑張りますよ。誰も見つけてない、誰も見つけてないうまいところとかじゃなくて、うん、食べログしかり、うん、Google のレビューの数が多いとこしか行かないっていう。まあね、それになれるように頑張っていきますよ。ああ、そうだね。だってお前言ったら2023年の最初の頃は、うん、ここまでヘルニアが、ヘルニアじゃないわ、もう体がひどくなるとは思ってなかったけど、ちょっと兆候あったけど。そうだね、そうね。ああ、うん、だからお前今年も分かんないよ、本当に分かんないね、今年が終わる頃ね、どうなってるか。ほんとよ、うん、あ、体にはね十分気をつけて。あ、4人目なんていうね話ももしかしたらあるかもしれない。今のいいとこが、ね、2024年、はい、2024年は4人目もなんていうねこともあるかもしれないんですけど。4人目を、あ、4人目ってことね。いや、ほうじゃないわ。はいはい、はい、私のとこね。ほう、いや、お前しかねえだろ。ね、4人目ね、あ、いいね、4人目はいい、だって いいじゃないですか。何があるか分かんないから。そうだね、うん、いいと思いますよ。前向きなんだろお前は。前向き、前向き、すごく前向きよ。あ、うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そう、そういうのもねあったらいいね。あ、で、そうか、どうですか2024年は、なんかするんですか。いや、まあそんな話はいいじゃん。ずるい、ずるい、全然自分のこと話さないじゃん。せっかくアシスタントの回しに入ろうとしたのに。おお、ずるい、何も話してくれない。あのさ、うん、ちょっとさ、うん、聞きたいことがあるんだけど。あ、はいはい。まあざっくりイメージで捉えてほしいんだけど、うんうん、朝と、うん、昼と、はい、夕方と、はい、夜と、はい、夜中、はいはい、一番好きなのどれ？朝、昼、夕方、夜、うん、夜中。昼。あははは。うん。その次は？夜。うんうんうん。うん。その次は？その次、昼、夜。昼夜、うん、夕方、うんうん、んで、で朝、一番嫌なのは夜中なんだ。あ、夜中嫌だね、うん。なんで、なんで一番昼がいいの？昼は明るいから、活動しやすい。うん、もうちょっとさ、うん、全然いいんだけど、その同じこと、うん、理由でももうちょっとアカデミックな語彙力ある方法で言ってほしいな。わかりました。明るい、はいはいはい、うん、昼が一番だから、お前ちゃんと電通のやつだと思って喋れよ。俺に電通の営業先のやつだと思って明るいとか言わないだろ、はい、お前。はい、そうですね、うん、昼は なんでいいの。昼はやっぱりほら可能性に満ちてるから、明るいから何でもできるじゃない。可能性がたくさんあるんだ、昼にはね。あ、そう、うん、それの逆で夜中は嫌なんだ。夜中はそう、夜中はシンプルに寝なきゃいけないのに眠れないっていう。で、起きてて携帯見ても楽しくないし、うん、夜中にまず起きておくのが嫌なのよ。全然夜型じゃねえんだ。夜型じゃない。夜中はほら、何歳ぐらいまで結構 夜まで起きてたり、オール
要は学校の人と飲み行ったりとか。あ、だから朝まで人と飲むのはいいんだ別に。いや嫌だね。嫌なんかい。嫌なのよ。夜はやっぱもう寝たいからさ。え、結構行ってない、結構行ってるし、お前俺行った時大体夜中ぐらいまで飲んでんじゃん。いやそれはもうあの仕方がないじゃない。仕方がないじゃないよ別にさ。これさ、うん、これちゃんと言っとくけど、うん、お前俺にすごい付き合わされてる感じで飲んでないよお前。逆にお前が勝手に、そういう意味じゃないよ。そのああまあほら話す人が横におるとさ、で特にお酒も入ると別に話すじゃん。いやだからそういう意味で夜中そういう朝まで飲むのは、うん、いやいや、そういう場合は嫌じゃないってことだろ。まあそういう場合はね、うん、だからそういう付き合いとか大人数で飲み会とかの朝まではしんどいよな。ああもういそうそう嫌嫌だ。あそうなんだ、うん、もう次の日もきついしね。 しっかりもともと夜型じゃないんだ。いやもともと要はたまにいるじゃん、たまにって結構いるじゃん、その朝10時ぐらいで眠たくなりますみたいな、ずっとゲームとかしたりとかね。あいるね、うん、いるね、うん、そういうのじゃ、まあてか、うん、お前の環境がもうそうさせないよな普通に考えて。まあそうだね、うん、うん、全然。でもともと夜型でもないしね、学生の頃から夜は寝ましょうっていうタイプだから。あそう、うん。じゃあお前仕事大変だな両方、その飲み屋も。そうだよ、そうそうだよ、そう。多分ね会ってないなと思いながら夜働いてるけどね。だからそれで来てんじゃないの、いろいろストレスで。ああまあそれもあるかもしれないね。ああ、そういう時に飲むのはメンタフ。何そメンタフ。すぐに買いに行くよ。もう今日この後買うからね。いやお前それただお前夜中寝れずに勃起するだけだろ。精神が整ってね。それ困るのよ。そうだね、うん、俺はでも一番好きなのは朝なんだよな。朝なの。うん、あでも、うん、それはなんで。でもさ、この生活し始めてからかもしんない、やっぱさ、うん、そのと都会にいたら別だけど、たまにドライブインとかさ、そういう道の駅とか、はい、山奥とかで寝てて、うん、朝起きて時の朝すごいぞお前。外気持ちよ、気持ちよすぎて。気持ちがいいんで。いやそれ経験したことある人少ないでしょうからさ。空気が澄んでてな。あはい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 、あまあね、そうそう、あそれはいいでしょうね。しかもほら笑っちゃうもん、笑っちゃうもんだって俺も。あ良すぎて。良すぎて。あ朝起きて笑う、いいことですね。ストレスレスな空間というか。でも意外とさ、都会でも朝ってやっぱり空気綺麗だよな、言っても。あまあ空気をさ、そのほら空気を感じれるメンタルっていうのがいいじゃない。メンタフ、メンタフ。どういうこと。なんてメンタル。ほらメンタルね、空気が気持ちいいなとかを感じれる精神状態っていうのがやっぱ素晴らしいじゃないですか。いやそれはみんなそうだろ別に。そうなの。私とかだと、うわー今日朝起きてさ、わー今日仕事あれがある、あれがあるとかさ、あれしなきゃって始まっちゃうから、あ気持ちいいなよりもそっちに行っちゃうんだよね。タスクが多いんだやることがな。そう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 、なんかそっちを考えちゃうからさ。うん、俺なんつうのはもう気がついたら、うん、もう最近なんてさ、そんなこと言っといてさ、もう本当に、うん、やっぱやっぱそうちゃんうっちゃん、そうちゃんうっちゃんがやっぱこ俺の中にいるわけじゃん。そうちゃんとうっちゃんが、そうちゃんとうっちゃん住んでるのね。そうちゃんとうっちゃんが、そう、うん、もう最近もうもううっちゃんうっちゃんばっか来るからね。ほらうっちゃん来てるの。大変よ、もう本当にね、何もしたくない。本当に何もしたくないね。強いね。ずーっと布団の中いるよ。いや、知らない土地の布団の中にいるよ、俺は。いや、でもいいんじゃない？それは、ほら。うっちゃん、優しい環境じゃない？いや、でもこれも本当は良くなくてな。うん。こう負のスパイラルというか、今日も何もしなかったなでまた
こうドツボにはまっていくパターン。ああ、はいはいはい、わかるけどね。ほんで、うん、ほんで、じゃあ、ちょっとファミレスでも行って、うん、ノートでも開いて何かしらやろうか、つうじゃん。はいはい。うん、ね、うん、頑張って、うん。何にも浮かばないもん。何にも浮かばない。ノートを開いてるだけ、うん、全く何にも浮かばないから。うん。それで、あれは何ヶ月か前みたいに人の話を盗み聞きしてみたりね。え、なんて？ほら、それでさ、隣の席から男女の話が聞こえてきて、聞き入っちゃったりさ、するわけだ。ああ、いや、うん、あの時は全然、全然はかどってたのよ。全然はかどってたから。ああ、そうなのね。うん。でも、何もする気しない。うん、ああ、まあ、する気しないくて、何もしなくていいっていうのが、いや、素晴らしいことじゃない。今うっちゃんに優しくね、うっちゃんの部分に優しく話してるから。どうでしょうかね、どうでしょうかね。うっちゃん強いな。うっちゃん強い。すごいんだから。強いね、うっちゃん。これさ、だからさ、うん、去年で言うとさ、23日までだったライブがね、うん、はいはい、うん、で1月の6日からライブ始まるんだけど、はいはい、うん、でこれもさ、こうよしあしでな、ほら俺ライブ働きたくないからライブしたくないんだけど。そうだよね、基本的に。スポンサーとかに怒られるぞ、うん、そうだよ、スポンサーさんがねついてくれてるあれで会でとはいえ、うん、とはいえ、うん、こんだけライブないとやることないから、マジで。そうだね、うん、うん、もうだからうっちゃんがもう俺の横に。難しいよね、やることがあってもうっちゃん寄り添ってくるんでしょ。そうそう、何が嫌だってさ、うん、1月6日からのスケジュールを見たら、またうっちゃんが、ま、見て、いっぱいライブいっぱいだよ、すごいギチギチだよ、これ全部やらなきゃいけないんだよ、これ全部土地連キャンセルとか、うん、バイトは風邪で休めるけどさ、これは全部休めないよねって言ってくんだよ、うっちゃんが。うっちゃんがね。嫌になっちゃうよね、うっちゃん。全部投げす、全部投げてやろうかな、本当に。あ、きついね。ということで、今日の一曲をお願いします。はい、じゃあ、リハビリで。あ、皆さん、冗談ですよ。あ、冗談ですよ。はい。これ言っとけない。うん。リハビリね。はい。はい、じゃあね、頑張っていきましょうということで。はい。じゃあ、最後に、もっちゃんから、もっちゃんから、五七五で何かお願いします。五七五でいきますよ。もうリハビリ始まってるから。今年こそ、今年こそ、健康、健康、赤きならず。ああ、もう始まっちゃったからいいや。最後、鮭オーケストラと、はい、コシモモでした。はい、さようなら。
ダダ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 しまして、こいつを私の挨拶と返させていただきます。鮭の話。